こんにちは、クリッカー夏猫です。新型トヨタ GR スープラと兄弟車関係にある新型 BMW Z4 が発表されました。約2年ぶりの復活モデルではある新型 Z4 の進化が気になります。ボディサイズは全長4335、全幅1865、全高1305mm で、先代 Z4 と比べると全長が 85mm 長くなり、全幅は 75mm 拡幅され、全高は 15mm 高くなっています。ホイールベースは 25mm 短くなり、重心を下げるソフトトップを採用することで高い俊敏性、操作性を備えたモデルとしています。BMW おなじみのキドニーグリルには新たにメッシュ状のワイドなデザインが採用され、ホイールハウスを覆うクラブシェル型エンジンフードはクラシックスポーツカーを彷彿させるなど、洗練されたフロントマスクが特徴。ボディサイドのエンジンフードの端を起点にテールランプまで長く鋭いキャラクターラインが刻まれ、丸みを帯びたシルエットと相まってボディ側面を流れる空気の流れを可視化したようなボディデザインとされています。リアビューはボリューム感のある丸みのあるシルエットに、細長いデザインの L 字型テールランプやシャープに形作られたリアスポイラー、水平方向に流れるプレスラインが特徴的で、低重心かつ力強い印象を付与しています。ソフトトップは低重心なシルエットに調和するコンパクトデザインになっていて、オープン・クローズ値ともに281リットルのトランク容量を確保するほか、時速 50km 以下の走行時も10秒でオープン・クローズすることが可能。注目のエンジンは最高出力 145kW、 揚性 500rpm、 最大トルクは 320Nm、 1450から揚性 200rpm を発揮する2リッター直列4気筒ツインパワーガソリンターボと、最高出力 250kW、 5000rpm、 最大トルク 500Nm、 1600から揚性 500rpm を誇る3リッター直列6気筒 M パフォーマンスツインパワーターボの2つ。さらに新型 BMW Z4 S ドライブ 20i M スポーツには、 M スポーツサスペンションに加えてオプションで電子制御ダンパーを備えたアダプティブ M スポーツサスペンションが装備できます。また新型 BMW Z4 M40i にはアダプティブ M スポーツサスペンションを標準装備するとともに、コーナリング時の加速性の向上や安定性などを飛躍的に向上させる M スポーツディファレンシャルが搭載されています。ハンドリングを向上させるバリアブルスポーツステアリングが BMW Z4 に初めて全車に標準装備されます。インテリアも最新のデザインでまとめられています。10.25 インチのコントロールディスプレイやフルデジタルメーターパネルなど、視認性を高めたディスプレイを装備。さらにロードスターとして初めてヘッドアップディスプレイを装備することも可能です。さらに精神的な表示システムを調和するように、マットアルミニウム加工が施されたトリムが各部に効果的に採用され、洗練された上質な空間を実現。さらにエクステリアデザインと室内空間の調和をもたらすため、ドアトリムパネルにサイドボディの造形を模したデザインが採用されています。価格は BMW Z4 S ドライブ 20i が566万円、 BMW Z4 S ドライブ 20i スポーツラインが615万円、 BMW Z4 S ドライブ 20i M スポーツが665万円、 BMW Z4 M40i が835万円です。